こんにちは、加藤理香です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日は快晴です。あったかい。後ろのこの木に葉っぱが生えてきました。何日か前までね、何も生えてなかったんで、これからじゃんじゃん葉っぱ生えてくるんでね、なるべくまめに撮影してみたいなと思います。では行ってみます。ほらこんな感じで葉っぱでできたよ。鳥の声も聞こえる。相変わらず車の音がうるさいんですが、よろしくお願いします。こっちのムクゲに今ほら葉っぱ、去年虫退治したからね、また虫対策せんとダメだよね。庭の芝生なんですが、苔がね生えてるんですよね。うちのお父さん結構虫ったりするけど、苔生えてくっちゃね。火強くなってきたら枯れてたりもするんですが、ここがルピナスで、ジキタリスがでっかくなってきとるぞ。こっちもね、これがカラミンサ。これがね、グレコマかクレコマだったかな。ルピナスはいい匂いするわ。イングリッシュガーデン不思議の国のファンタジーコーナー、全体的に成長しとるよね。近づいてみましょう。ジキタリス、アンチューサ、デリフィニウムが先日倒れとったからね、起こしてみたんだけど大丈夫かね。クナウティア、リクミス、セントランサス、三尺バーベナ、カリフォ、ペンステボン、バーベナ、クフェア、ラムズイヤー、シュッコンテルスター、ゲウム、サクランボ、ちっちゃいサクランボですけどなってますね。去年虫いっぱいおったよね、この木も。すでにほら、この葉っぱがやばい。あ、こっちもやばい状態。あ、こっちもだ。やばいことになりつつあるね。ばあちゃんが植えたんよね、このさくらんぼ。虫来るから嫌だって言ったに。ついに枯れてしまったかなって思ってたカトリソウが、ほらよく見たら生えてきとる。新しいの、ローズゼラニウム、ツツジが花咲く準備中。ばあちゃんの縁側菜園コーナーは放置中です。ばあちゃん入院中につき放置中ですし、私もここの管理まではできてないんで、ほっぱつけてあって、これはどうすればいいんかな。グリーンピースってなっとるけど、これってどうすればいいんかな。これは虫って捨てようかな。木工バラ、まだちっちゃいよ、去年買ったばっかりなんね。お、ユリがちょっとでかくなったかな。
あ、これ何？これなんだろう。いくらか植えたんだけどさ。あ、これも、あ、これでかい、これでかい。でかすぎて見逃した。裏庭に行ってみたいと思います。ネモフィラ。ここにね、あ、芽出てきた、芽出てきた。コスモス巻いてみたんね。すごい昔私コスモスの種まいたことあるんで。そしたら勝手に生えてきたと思うんだ。そんでもって、ハスカ大根はね、うちの人誰も食べてくれんからね。放置して花咲かしてみようと思ったらね、花咲いてきたわ。すごい伸びてきたよ、ほら。こっちも。もう花にしてしまおうと思います。ここにレタス植えた。こっちに茎、ブロッコリーと水菜を植えてみました。春菊も花を咲かせてみようかなと思う。ルッコラの花が満開。匂いするよ。芝桜も咲いとるぜ。密かにちょっとだけだけど、こういう勝手に生えてくる系ってちょっといいよね。ここは裏の裏でゴミのコーナー。芽出てきとるね。よいしょ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 。わっ、密かに可愛い花が咲いとるぞ。ここね、去年ほじっとったんだけどね、ミニ家庭菜園してみようかなと思って、トマトかキュウリ植えてみようかなと思ってね、ちょっとまたほじっとるとこ。これは多分芍薬。これなんだっけ、勝手に生えてくるやつ。玄関周り行ってみます。ハボタンの花が咲いて、こんな感じ。アネモネ、グレゴマ、このチューリップはアケボノ。ハボタン、塔立ってきたわ。このままにしてみっちゃね。ルビナス、バラ、バラに薬やらんなんね。そろそろなんか葉っぱが反転になってきとる。ここはなんだっけ、シンデレラのホワイトガーデンです。ラムスイヤーが生き生きとしております。スターデイジー、サルビア、リクニス、ペンステモン、オルレア。これもでかくなったね。あ、デルフィニウムもでかくなったよ。あんみ、こいつはでかいぞ。ほら、ここまで成長した。お隣がジキタリス。ハボタン塔立ってきとるね。伸び伸びです。ラナキュランス、このチューリップは紅で輝くって書いて紅輝でいいんかな。富山県産。そうそうそう、これ去年植えたグレゴマが
こぼれてさっきの庭のところにね生えてきたでしょ。こっちの葉ボタンも花咲いてきたぞ。あ、なでしこ花咲いてきた。地植えしよっかな。こっちのチューリップたちはまだつぼみ。ビオラ。天気が良くて気持ちいいよ。これもチューリップ。名前は確かダールダだったと思うんだ。右のちっちゃいチューリップです。こっちにもいます。なんせハボタンがほら伸び伸びになって。面白いことになってますね。じゃあまたつぼみだったりもするんやけど、というわけで4月中旬を終わりたいと思います。一昨年チューリップ初めて植えて、その時ね70植えたんね。去年は多分200くらい植えと思うんだ。だいぶコツが分かってきたので、今年の秋から冬にまたね植えてみたいと思う。もうさ、秋のチューリップのカタログ届いたよすごいよねチューリップって可愛いねというわけで加藤理香でした。次回ぐらいにガーデニングのルーティンでも取れたらいいなと思うがだけど、なんかねやろうかなと思いながら、やっぱりちょっと家がバタバタしてなかなか取れなくて、いつもさただ喋っとるだけのが多すぎてすみません。今日はまだ花撮影できてよかったかな。こんな感じでずっと暖かくなればいいね。今年はさ、なんかコロナで花粉症のことを全然気にならんだね。あ、うちなんかばあちゃんの病院とかもあったから、あんまり花粉症のこと気になりませんでしたねじゃあね、加藤理香でした。4月下旬にお会いしましょう。バイバイ。